こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。今回はこちら、どら焼きではなくこちらです。いわゆる特保、特定保険用食品の飲料であるからだすこやか茶ダブルを飲んで、プラス以前の動画で紹介したどら焼きを食べてみて、血糖値がどのように変動するのか検証してみたいと思います。今回このからだすこやか茶を飲むにあたって2種類の飲み方をしてみようと思います。1種類目はどら焼きを食べる直前に半分くらいからだすこやか茶を飲んでみて、あと残りは食べながら飲んで、食べながら飲んで、どのように血糖値が変動するのか検証します。2種類目の飲み方として、からだすこやか茶ダブルをあらかじめ15分前に飲んでおいて、こちらのどら焼きを食べるとどのように血糖値が変動するのか検証してみます。それではまず1種類目の食べ方として、からだすこやか茶を半分先に飲んで、すぐにどら焼きをお茶を飲みながら食べて検証してみます。今回も血糖値の測定には二の腕につけたフリースタイルリブレのセンサーをスマートフォンアプリリブレリンクで測定して検証していきます。リブレで測定した血糖値は、実は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコース値の値を示しています。血糖値そのものではないですが、血糖値の値と非常によく相関するので、私の動画ではこの値を血糖値として説明しています。それでは食べる前の血糖値は86からスタートです。それではまずからだすこやか茶ダブル半分ほど飲みます。食べ終わって飲み終わりました。10分経ちました。血糖値は92です。20分経ちました。血糖値は117です。30分経ちました。血糖値は155です。40分経ちました。血糖値は193です。急上昇しています。50分経ちました。血糖値は207です。1時間経ちました。血糖値は201です。70分経ちました。血糖値は172です。下がってきました。80分経ちました。血糖値は137です。90分経ちました。血糖値は121です。100分経ちました。血糖値は99です。110分経ちました。血糖値は98です。2時間経ちました。血糖値は89です。2つ目の食べ方として、まずからだすこやか茶を15分前に飲んでおいて、どら焼きをその後食べた時に、その後血糖値がどのように変化するのか検証してみたいと思います。ではからだすこやか茶をまず飲む前の血糖値は89です。
体健やガチャをあらかじめ飲みます。飲み終わりました。あらかじめお茶を飲んで15分経ちました。その時点での血糖値が87です。これからどら焼きを食べます。それでは食べます。どら焼き食べ終わりました。どら焼きを食べて10分経ちました。血糖値は91です。20分経ちました。血糖値は127です。30分経ちました。血糖値は171です。急上昇しています。40分経ちました。血糖値は191です。50分経ちました。血糖値は206です。1時間経ちました。血糖値は205です。70分経ちました。血糖値は167です。80分経ちました。血糖値は126です。下がってきました。90分経ちました。血糖値は95です。100分経ちました。血糖値は94です。110分経ちました。血糖値は88です。2時間経ちました。血糖値は85です。今回はこちらの特保の体健やか茶を飲んで、2種類の飲み方でどら焼きを食べてみて、血糖値がどのように変動するのかを検証してみました。どちらの飲み方、食べ方でも血糖値をおよそ120上昇させてしまう結果となりました。こうした特保の飲料には難消化性デキストリンといって、確かに血糖値の上昇を穏やかにしてくれる成分が入ってはいるのですが、さすがにあれだけ血糖値を急上昇させたどら焼き、皮には小麦粉、お砂糖、そしてあんこにはたっぷりのお砂糖と蜂蜜、水飴なども含まれていますので、これらによる血糖値を上昇させる勢いをこの一本の特保のお茶で抑制することはできなかったようです。もちろん私がやった一人だけの実験ですので個人差もありますが、こうした特保飲料、時には食事前に飲んでいただいてお役立てすることもいいと思いますが、こうした飲料に頼りすぎることなく、そもそもの食事量を気をつけて、食べ過ぎ飲み過ぎに気をつけながら血糖値を急上昇させない生活を送っていただきたいものです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。当院銀座有楽町内科では血糖値スパイクが気になる方、血糖値の変動を自分で確かめてみたい方向けに血糖値スパイク外来というのも開設しています。ぜひご相談ください。本日の動画が良かったな、役に立ったなという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。